また鹿さんにゃ。奈良公園内はどこを歩いていても鹿がたくさんいますね。この辺りには約1300頭近い鹿が自由に生活しているそうですよ。奈良の鹿は神様の人として考えられている伝説がありますし、国の天然記念物として大切に保護されています。世界一大切にされている鹿たちといっても過言ではないですね。かわいいわん。気持ちよさそうに日向ぼっこしていますね。この辺りの鹿たちは普段から人と接する機会が多く、こんな近距離でツーショット撮影ができたり、一緒にお散歩ができてしまうほど、とっても人間慣れしています。しかしそんな彼らも野生の鹿なので、くれぐれも注意して接するようにしましょう。噛まれたり蹴られたりしないよう、不用意に鹿に触れたりして刺激しないことが大切です。危険防止と樹木の保護のために鹿たちの角を切ったりしているようですが、それでも突進されたら危ないですもんね。優しく接するわん。こちらは鹿せんべいです。小麦粉と米ぬかで作られた砂糖不使用のシンプルなおせんべいで、江戸時代から変わらず鹿たちの大好物なんですよ。わあ、早速鹿せんべいを求めて寄ってきました。すごい勢いにゃ。はーい、順番ですよ。手持ちの鹿せんべいがなくなったら、手のひらをバーにして見せると鹿は寄ってこなくなります。お利口さんだわん。あら、ありがとうとお辞儀してくれています。かわいい。こちらこそ楽しい時間をありがとうございました。さて、近鉄奈良駅を降りたところで東向き商店街に到着です。商店街の東側は興福寺の境内となっており、西側だけに建物、つまりどの建物も東を向いていることに由来している商店街です。奈良市を代表する賑やかなアーケード商店街で、昔から地元の人々に愛され続けてきた老舗が軒を連ねています。わあ、鹿が横断歩道を渡っています。信号は赤だにゃ。奈良の人たちにとっては慣れ親しんだ光景なんですね。車もきちんと止まって鹿の安全が確認できてから発進します。さて、今日一日奈良公園内を歩いてきましたが、かなり広かったですね。春日大社、東大寺、興福寺も含めると約660ヘクタールもの広さなんですって。想像できないわん。東西 4km、 南東 2km ほどの敷地ということになります。その他にも奈良公園最大の芝生広場である浮雲園地や奈良国立博物館などがあり、奈良公園の定番スポットとなっています。この歴史あふれる広大な土地は古都ならではですよね。スタートは710年、元明天皇によってこの地に都が移され、平城京を中心とした天平文化が始まりました。中国の長安をモデルとしたといわれる平城京は、碁盤の目のように規則正しく区画されているのが特徴で、奈良の次に都となる京都もまた同じような町並みになっています。観光を楽しみながら日本の歴史を学ぶことができますね。それに自然もいっぱいで癒されるにゃ。鹿たちにとっても生活しやすい環境になっています。他にもタヌキやイノシシ、ムササビ、リスなどの野生動物も暮らしているんですよ。私は近代的な街並みももちろん好きですが、古き良き時代の面影を残した自然と共存できる街もまた風情があって大好きです。夜になるとお土産物屋さんや出店にも明かりが灯り、昼間の奈良公園とはまた違った雰囲気を味わうことができますね。なんだか人がたくさん集まってるわん。わあ、花火にゃ。綺麗ですね。毎年1月の第4土曜日には奈良公園の東にある若草山の山焼きが行われ、それに合わせて上げられる花火なんですよ。花火は夏の風物詩ですが、冬の寒い時期に見る花火もやっぱり綺麗ですね。日本では江戸時代から花火師という職人さんたちの手によって色鮮やかな花火が作られています。
その職人技は日本一とも言われる繊細さで、日本の花火を初めて見た海外の方々はその美しさや迫力に驚かれるようです。海外に日本の花火師が呼ばれて花火を打ち上げることもありますよね。いつ見ても綺麗だわ。花火の打ち上げが終わるとメインイベントの若草山焼きがスタートします。若草山は標高約342メートルあり、市内のどこからでも眺めることができます。自宅から山焼きを楽しむ人も多いそうですが、奈良公園からは迫力ある炎をちょうどいい距離で見ることができるため、当日多くの人でにぎわいます。若草山の芝生はうぐいす色で綺麗なのに、なぜ焼いちゃうにゃ？若草山の頂上にはうぐいす塚古墳という大きなお墓があるのをご存知ですか？昔このお墓から出る霊が人々を怖がらせ困っていたため、山焼きをすることで霊魂を鎮めようと考えられていたそうですよ。いろいろな人が勝手に山を焼いては危険なので、立ち合い人をつけて一斉に山を焼くようになったんだとか。神秘的な神事なんだわ。そして奈良、そして世界の人々の平安を祈るという意味も込められているんですよ。さあ、ますます炎が燃え上がってきましたね。30分から1時間ほどで全てが焼けていきます。明日はどんな姿になっているんでしょうか。楽しみにゃん。若草山の一部がしっかり焦げているわ。地元の人は次の日に自宅から山の焦げ目を見るまでが山焼きなんですよ。再度私たちも奈良や世界の人々の平安を祈りましょう。